166はアルファロメオが製造、販売していた自動車である。1998年まで生産されていた164の後継モデルと位置づけられ、156や159といった乗用車よりも上位に位置するアルファロメオのフラッグシップモデルであった。164がピニンファリーナのデザインであったのに対して、166 はデシルバー在籍中の社内チームによってデザインされた。エンジンは2.0リットル直列4、気筒ツインスパークや2.0リットル V 型6、気筒ターボ、3.2リットル V 型6気筒のガソリンエンジンや2.4リットル直列5気筒のディーゼルエンジンを搭載するモデルも存在していたが、日本に正規輸入されたのは3.0リットル V 型6気筒。 および2.5リットル V 型6気筒のガソリンエンジンのみであった。トランスミッションは、欧州では6速、5速 MT のほか、愛心製規制5速 AT もあった。日本には、ZF 製4速 AT を搭載したモデルが導入された。2001年、日本への2.5リットル V 型6気筒エンジンモデルの輸入が中止されるとともに、3.0リットル V 型、 6気筒エンジンが36,101型に変更となった。2004年のマイナーチェンジにてフェースリフトが行われ、ジョルジェット1アーロによってデザインされた大きな縦型のグリルが採用するなどフロント周りのデザインが変更された。2005年10月には右ハンドル市場から撤退、2008年には後継モデルの発表がないままに生産終了となった。 ありがとうございます。